抜歯とは、歯を抜く行為のことである。競技には、歯科医師、医師が人為的に患者の口腔内から歯を抜く医療行為を指す。近代前期の抜歯をコミカルに風刺したもの。現在では、歯科麻酔学の発達により痛みはかなり軽減されている。第三大休歯を切断して、抜歯三つの歯根を切断して、抜歯歯科医療においては、すでに放出した歯だけでなく、 埋伏歯を取り除くことも含まれる。水平に埋伏した第三大旧歯等の場合は、一般的な抜歯と異なり、歯肉を切開したり歯を切断したりして抜歯することも、ある。近年ではできるだけ歯を残す方向に、歯科全体が動いてきているが、それでも抜歯適用となることは多い。日本では、部分的に局所麻酔で抜歯を行うことが一般的であるが、 第3代休種の抜歯などでは、全身麻酔で行うことが多い国もある。抜歯が適応となる症例としては、右食や、脂髄炎、歯周病が極めて進行し、あるいは治療効果が期待できない、混戦病巣を持つため、歯の保存が不可能となる場合、隣接歯や、歯周組織に悪影響を与える場合派生、感染症や破綿性脳法、 派遣性腫瘍の原因場となっている場合強制や、補鉄のために必要な場合下顎骨骨折や、上顎骨,骨骨折において治療の妨げとなる把握性腫瘍を刺激する波等がある。また、抜歯は治療上の必要性が認められれば、歯科医師だけでなく、医師が行うことも可能である。具体的には、基幹チューブを創刊するときに、歯が不安定だと、 最悪の場合、歯が抜けて器官に入り込んでしまう恐れがある。この場合には医師であっても抜歯を行うことがある。私学の進歩により、これまで絶対的近忌とされていた多くの症状が相対的近忌となってきた。このため、症状の安定期であれば可能になってきた。しかし、依然危険であることに変わりはなく、それぞれの疾患等の専門医と、 歯科医師の協力のもと抜歯が行われる。全身的要因局所的要因抜歯を行うことによって偶発症が発生することがある。偶発症の中には歯科医師の力量や注意の不足によるものもあれば患者本人の不注意によるものもあるが注意しても避けられないものも多い。しかし、どのような状況が発生しても対応する判断力が歯科医師には必要とされる。 バッシの偶発症で最も知られるものは、三叉神経や顔面神経の麻痺である。例えば、下顎の葉、特に科学第三大級士では、根線部のすぐ近くを三叉神経第三枝である、科学神経の枝の下思想神経が走行している。バッシ時に死根がこの下思想神経を圧迫し、傷つけるということがある。これにより更新等に、痺れが長期にわたり残ることがある。 一方、レントゲン上では、子根と神経とに十分な距離があり、暴力的和紙、過度な伐死仮想派といった過失が認められないにも、かかわらず、ある意味不可避的に神経麻痺が生じることもある。科学第三代球種の伐死で、最も恐ろしい偶発症は、翼と科学暇に抜挙した死がが命入することであり、高校庭に感染源を押し込むことになり、しばしば重篤な感染が生じる。 また、メ乳ニがを摘出するためには、全身麻酔下で外部からの切開を必要とすることが多い。このほか、上顎の歯が、上顎骨の上顎道にメ乳することや、抜歯後に止血しにくいことや、一旦止血した後に、再び出血すること等がある。軽度の血流病などの血液疾患がこのことにより、発覚することもある。またどの歯においても起こりうるものとして抜く前に仕込んだ。 入っていた穴が塞がらず、開いたままになり、歯槽骨が露出する、ドライソケットがある。通過儀礼において、あえて特定の永久歯を抜く儀式が行われる場合がある。以下は、各国の例である。日本においては、縄文時代の土工房や貝塚から出土する人の、頭骨において、健康な歯を抜いている事例が多いことから、抜歯が広く通過儀礼として行われていたことが、 明らかにされている。梅亀の風習に遅れ、縄文中期末、大木重式期に、大木式文化圏内の仙台湾岸内から発生し、後期諸島には関東地方に南下し、後期中央には九州地方の一角にも電波が確認される。最も発達した後、晩期になると、地域によっては年齢改定性社会が形成されていた可能性が指摘されている。 その思考率は高く、愛知県豊橋市の東海山海塚では41体、全員に道県田原町の吉子海塚では133体中125体の94%に、達し、男女の精査に関わりなく行われていた。縄文抜士の形式、系統に関しては、成人式の基本型として、上の2本の門紙が抜かれ、その後、下の門紙4本を抜く。 門史系と下の剣士2本を抜く、剣士系の2系列に分かれ、前者は地村出身者において行われ、後者は多村出身者に見られ、さらに諸根寺の単純型と再根寺の複雑型に分類される。愛知県の伊香津、東海山、吉野貝塚の人骨調査では、門史系と剣士系は混在して葬られることはなく、埋葬位置から考えても門史系の優位の状態が、 認められるとされる。少数事例として、また条件場があり、呪術者と考えられている。また、日本の古代社会において、抜歯は、課長継承における儀礼の一環だったという考えも、あり、女性の頭骨から見られる、抜歯の事例が5世紀までであったことから、女性が課長となり得たのは、古墳時代では5世紀までであるという説もある。中国においても、出土人骨、 文献記録で抜所は確認される。古くは7000年前に遡り、この風習が日本やシベリア、ポリネシア、果てはアメリカ大陸まで伝わったと考えられている。中国の場合、伐拒市側、ウアーゴ川接種に限定されており、立山木から現代までは男女とも存在し、精査も認められず、日本同様、成人、成女式とか変わりがあると見られる。 4,500年前にこの風習は一度衰退した後、暗記、チャンスー、三島付近では上下の中、側接種を抜く風習が始まった。秋夜になると、猛に服するために女性が抜歯をするという理由が登場し、寝代まで続く。この寝代において突ぐ直前に抜歯する風習が登場し、台湾や日本の影波民話はこれと関係するとされる。中国と地理的に 近い西九州の絵船の女性にも、バシシ風習が残されていた。映画や TV ドラマなどで俳優が、自分の年齢より、上の老人役を演じる気は、徹底した役作りのために健康な歯を抜き、演技をする場合がある。一般的に見れば、どの過ぎた役作りだが、当時は、髪型や深じは、カツラや特殊メイクで表現可能でも、歯の産むだけは、 CG 技術が進歩するまで待たなければならなかった。現在は俳優自体を CG 加工できるので俳優が抜しをする必要性は軽減されていると言える。仏教僧侶で顔立ちが美形ゆえに言いよる異性が後を絶たず、僧としての修行が阻害されるため、あえて歯を抜き、老いたる顔に似せ、近づけさせないようにした話が散見する。一例として、 二層では、大田垣連月がいる。通過儀礼とは異なるが、これも宗教思想から来る行為と言える。ありがとうございます。